むつみ屋は、北海道カバト郡月形町で創業し、2020年3月現在、関東に6店舗を展開するラーメン店チェーンである。白味噌ラーメン創業者の竹六タスクが、大手学習塾管理職で就業中の副業で、開業したラーメン屋が繁盛したものの、閉業を余儀なくされる。創業者の知人の援助のも1996年12月24日に、 北海道の月形町にラーメンむつみ屋をオープンした。開店初日の客は2名だった。1997年の同心スポーツでのあなたが選ぶラーメン大賞で受賞を果たす。札幌にも出店する。1998年、川崎市の溝の口に本州最初の店が実現する。その後、竹六タスクはむつみ屋創業者として注目を浴び。 2000年2月、テレビ、東京系列の愛の貧乏脱出大作戦に3人、同時ラーメン修行の達人として番組に出演するほどとなる。2000年6月に株式会社ハートランドを設立し、ジンギスカン店のカルニチン堂などの飲食店の開業を手掛けている。直営店、FC 合わせて100を超えるようになり、売り上げも2004年12月期には41億円以上に、 たした。しかし急速な事業拡大により借入金が膨らむ。一方で、競争激化により、店舗あたりの来店客数が低下。2012年12月期には、売上が8億円まで縮小。2013年11月1日に、東京地裁に自己破産を申請した。同時に、月型総本店も閉店した。株式会社ハートランドは、自己破産をしたものの、 むつみやの営業権及び商標権は株式会社 UCP リテイリングに引き継がれ運営が行われている。2015年4月に赤坂にて株式会社 UCP リテイリング運営下で初の出店が行われ2店目も都内に出店したが2店目は1年も経たずに閉店となった。2018年4月香港の飲食チェーンに売却。ありがとうございます。